皆さんこんにちは。不動産コンサルタントの藤原でございます。今日の朝一取れ立って、マーケット速報なんですけれども、なかなか面白い、また収益アパートを見つけましたので、ご紹介しますね。今日の情報はですね、地下鉄の都営三田線、都営三田線のですね、蓮根という駅から歩いて5分のところにあります、アパートになります。10世帯のアパートですね。で、外観見てきましたけれども、非常に程度よく管理されておりまして、車庫がですね4台、ついてますね。それもシャッター付きのですね、もうビルトイン車庫みたいな形でですね、入居者サービスというかですね、市場競争に十分対抗できるだろうなというような形の、ビルトインガレージ、シャッター付きビルトインガレージが4台付きというような形、10世帯プラス車庫4台というような形の非常に程度のいい木造の収益アパートでした。平成4年築ですね。そんな物件が出ました。で、この都営三田線というのはですね、非常にリーシング的に見てですね、客付けしやすい路線と今なっておりますね。この都営三田線というのはもともと西高島平から、田町の三田までをつないでいた電車なんですけれども、そこに東急目黒線という電車が総合乗り入れしたことによりましてですね、そのまま延長して目黒、それから田園調布、それから日吉までが直通になりまして、今そういった関係でですね、総合乗り入れの関係で非常に単身者から注目されている路線の一つで、リーシングもですね、マーケット相場を外さなければ、非常に運営しやすいような形、客付けしやすい物件という形になっております。で、外観はですね、タイル張りで非常に綺麗な感じの見てくれになってまして、で、大規模修繕を何回かこうしているような感じに見受けられましたね。非常に綺麗な物件でした。こちらの物件ですね、ぜひお勧めしたい物件かなと思いまして、今日こちらですね、物件配信で、ご紹介させていただきますので、どうぞご検討いただければと思います。今日は本日の取れたて情報兼物件配信情報のご説明ということでした。ぜひご検討ください。